はいといととうことで交流戦は、えー、ラスト2試合なんですけども、えー、広島がですね、えーま、ず最初、交流戦あるときクラスターちょっと発生しちゃってて、まあ、10円した試合もあるので、ねまあ、その分、流れてますけどね、まあ、ラスト2試合というところがまあほとんどなのでね、えー、まずは、えー、再下同士ですねリーグ再下同士札幌ドームで行われた試合です日本ハムファイターズそして d n a ベイスターズということでね 最下位どうしと言ったんですけども結果的に d n a は、ねえー、5位に浮上していますね、えー、まあちょっと広島が交流戦に入ってちょっと失速がちょっと目立ったかなという感じです、えー、日本ハム4対3ということで、ねえー、前の試合ではね d n a がね勝ちまして、まあ、どっちが、ねえー、最弱かを決めるという、ね、ちょっとよくわからない試合だったんですけどね 先発池田投手が 6, あったです、ね、6回途中1失点というね、えー、素晴らしい内容うしてくれました、これですね、えー、3勝目ということでね、えー、楽天から移籍してきた、えー、池田投手なんですけどもね、ここまでわずか防御率が2.79ということで、えー、なお防御率がですね、えー、いいだけに、えー2勝えー、3勝6敗とちょっと負けが多いんですよ。 で、えー、言うてなんですけどもクオリティスタートも比較的高いんですよね、まあ、50%というところでねちょっとイニングがねちょっと食えてないというところがねちょっと気になりますけども、えー、まあ負けが多いんですよなんで勝てないんだっいう話なんですけどね、えー、まあ、能力は高いんですけどねちょっと負け運がちょっとやばいのかなという感じがしますけどね、まあ、今回は打線の援護はしっかりこうあったって感じです。えー 石井和成選手、ワンアウト満塁でした。ワ、えー、ンバウンドのボールを見送ってボール、ここで京山選手の冒頭ですね、これで日本ハムが先制に成功します。えー、なお、スクイズ失敗ということで、ね、ちょっと石井選手はちょっと反省してほしいですね。えー、そして石川遼選手、4回に。 裏はですね、さらに石川遼選手、ワンアウト、えー、ツーアウト三塁一塁と変わった状況でエレクトリーがタイムリーヒット、そして5回にはですね、えー、中田選手に代わって、えーまあ、ファーストに高浜選手が起用されています、えー、日替わり4番なんですかね、前の試合でワンボールの選手が4番に入ってたと思ったんですけどね、でその前の試合では高浜選手が4番に入ってたと思ったんですけども、えー、本日は近藤選手が4番なんですね。 え日替わり4番ですと、次はなんか浅間選手とか西川選手とかね、太田大志選手とかね、このあたりがなんか4番になるんですかね、ちょっと分かりませんけど、ちょっと日替わり4番はちょっとやめていただきたいですね、ちょっと安定性に欠けるような気がします。ということでね、ちょっと d n a がねあと一本及ばずということでした、楽天大阪神見ていきましょう、セ・リーグ、パ・リーグ、首位同士の採決ですね。 阪神圧倒です。まあ、結果的に言われてみれば圧倒なんですけどね。えー、田中将大投手、まあ、ちょっとホームランがね、えー、大山選手、まあ、佐藤輝明選手もまた見事ですよね、えー。バリバリのメジャーリーガーからね、えー、ホームランを放つこの1年目というね、これ1年目なんですかね。えー、なんか10年目とかね、それからまた、あのー、マー君と一緒に、ね、帰ってきたね、えー、バリバリのメジャーリーガーがね、えー、いるような感じがするんですよね、えー。16号ソロホームラン、6回に生まれるということでね。 このホームランだけでも大きかったんですけどね9回に一気に畳みかけましたねまあ下蹴りもいいとこですよちょっと内間選手がねちょっと打たれてしまったということでねまあ一挙6点失っていますまあ1回2軍に避けた方がいいような気がするんですけどねまあ自責点こそは5なんですよ失点は5なんですけども一気に9回に畳みかけられてしまったというところでまあここでほぼ決着がついてしまったということでね はい、えー、続きまして西部対中日ということで見ていきましょう、えー、メットレフドームです、えー、中日の先発が岡野投手と西部は今井投手ですよね、えー、2軍で好成績をね、えー、残していた岡野選手が初、えー、今シーズン初マウンドということだったんですけど4回6失点ということでね 初回の6点がね、重、え、く、ー、のしかかってしまったって感じですようね、まあ、出だしをね、くじかれたというような感じです。ただ、2回以降はしっかりこう無得点でこう抑えたというところで、えーまあ、いいところは、ね、あったんですけども、まあ、初回というかです、ね、立ち上がりを、まあ、うまく疲れてしまったかなと。えー、ウーデンティー選手、今回4番に座ってるんですけどね、なんとタイムリーヒットでね、4番企用になんと応えてくれます。さらに6番のスパンジェバーグ選手、ワンアウト満塁という状況でございまして、 総、えーサのタイムリースリーベースそして、イト選手にもタイムリーそして、次選手の犠牲フライで一挙6得点というビッグイニングになってしまったということでね、えー、今回4ね、弱ににウーネンティン選手を素晴らせるとでキャッチャーは柘、ね、植、えー、選手ということで、えー、これが見事に采、ね、配が的中したというねそういう試合になっちゃいましたね。 まあ中日のね打線陣もなんとかこう援護はしてたんですけどもまあ、結果的には初回の、ね、6得点がこれが結果的には痛かったんですよね、はいえー。ロッテ対巨人です。えー、先発、戸合選手そして見、えー、馬投手でしたねちょっと見馬投手がね、えー、よくなかったですね、えー、3回、結局まあ、あのー、なんでしょうかねボ、えー、防ル率を一気に6点台までまあのし上げてしまいましたね。う 3回、まあ、結局1つもアウトが取れず10失点ということで、まあ、最終的に終わってみれば11対4ということで7、ねえー、回も失点してるんですけどもちょっと三馬投手がね大乱調でしたね、えー、岡本選手に2本のスリーランホームランが生まれますこれは森野選手みたいですねそして、えー、中島選手にもスリーランということで、まあ、ほぼ一発構成で試合を、ねえー、決めていったような感じですね まあ、ロッテもねえー、8回に反撃きをこうしていくんですけどね。まあ、あのー、序盤の失点が。まあ決まってしまったような。まあそういった試合になったかな？って感じです。オリックス対広島、えー、交流戦首位、そして、えー、勝率5割に乗ってね。ここから貯金を作っていくぞというオリックス打線です。京セラドーム大阪です。先発が田島選手と森下投手でした。 前の試合で、ね、山本由伸投手が、ねまあ、すごい試合を、ね、こう見せてくれたわけで,すでまあどうなのかなというところなんですけども、ねまあ、どちらのピッチャーも良、まあ、かったですただ、あのちょっと森下投手が、ね、2回に一気に3点取られてしまったということで、まあ、ちょっと森下投手が、ねまあ、1つ、ちょっとあれだったのかなという感じはしますけども、まあ、クオリティスタートはクオリティスタートですよね。 えと試合の展開を見ていきますと2回、えー、先制したのは、えー、オリックス・バファローズ2アウト満塁からでした、えー、福田選手のタイムリースリーベースでこれで一気にランナー3に生還ということでね、えー、これで、まあ、3対0、思、ま、い、あ、点取りたかったとっいうところでは、まあ、あるんですけども、まあ、十分な囲碁点になったんじゃないでしょうか、まあ、しかし、田島選手ですね、えー、5回までこうしっかり無失点で切り抜けました。 ただですね。村西投手に変わったんですけども、この村西投手がちょっと降参だったんですよ。西失点です。1つもアウト取れませんでした。うん、何しに出てきたんですかねえー。まあ、てか田島投手をね。もう少しね。長い荷が投げさせてもよかったのかな？って感じです。まあ、92球なんでね。ちょっと球数はいってる。まあ100球弱にはなりそうな感じはするんですけども。まあちょっと村西投手を挙げたのがちょっと間違いだったかなっていう感じですね。 あ富山選手がね、富山選手が引、ね、消しこう回っていったんですけども、まあ、その富山選手はね、しっかり1、えー、失点ながらも、ちょっと抑えてくれたって、ちゃんと抑えてくれたというところでね。はいというところでね、続きましてですね、えー、オリックス対ソフトバンク対ヤクルトということで、ね、ペイペイドームです。えー、先発が、えー、小川投手です。 えー、そして、えー、マルティネス投手ということだったんですけどね小川投手のピッチングが光りましたね7回2失点8奪三振というピッチングでね、えー、勝利を収めています。てかここ最近の小川投手、いいですね、えー、全部ハイあのクオリティさと切ってるんですね、えー、9回完封勝利を挙げていた 次からですね、まあ、8回無失点、そして7回3失点のクオリティーサーソー,、えー、そして西武戦では7回2失点、ハイクオリティスタート、今回のソフトバンク戦でもなんとハイクオリティスタートということで、ね、要、まあ、4要所を占めるピッチングということで、ね、昨年のノーヒットノーランを達成した小川投手がまた帰ってきたかなという感じで、すね。防御率を、ねえー、この数試合でね、えー、一気にこう下げているような気がします。 はい、えー、ちょっと長々と喋りすぎていてね、ねちょっと時間がないので一気に行きたいと思います。楽天生命パーク、最後13日の試合ですね、6対5ということで、最終的には阪神が勝ちましたね、えー、これは梅の選手を褒めるべきですね、あの10球粘ったのうちのねフォアボール、えー、これで何かね試合が決まるんじゃないかというところでね、ねまあここでね田中隆、えー、選手がキャッチャーにこう座ってたんですけど、これね、ストライク送球だったんですけどね、えー、カバーが遅れてしまいましてね。 えー、これで、まあ、試合が決まってしまったような感じですね、盗、えー、塁と、えー、アーク送球が記録されてしまって、これで一気にランナーは三塁へ、そして近本選手、本日シリーズン、えー、何度目の猛打賞でしょうかね、ちょっとかあの数えてはいないんですけども、えー、ここでね、えー、勝ち越しのタイムリースリーベース、まあ、これで試合が決まりましたね、えー。プロスピの戦勝ではね、えー、松井選手が三っていう書き方してるんですけど、これ、果たして松井選手がね、 ダメだったんですすかねね違うようよな気がします、ね、これ梅野選手がねフォアボールで選んだからこそ、10球粘ってねフォアボールで選んだからこそこれが試合がね決まったわけですからね、ねこれは梅野選手を褒めるべきだと思います。これは松井選手はね攻められないんじゃないかなと思いますよね。なんで、これ松,あの松井選手が降参っていうね書き方してますけど、これはちょっと松井選手にちょっとね松井投手に失礼なんじゃないかなと思います。はいセブ、えー、対中日です。 え先発が福谷投手とニール選手ですが、ねえー、結果的に見ていればです、ねまあ、ちょっと中日がねあと1本及ばなかったって感じなんですよね、えー、中盤以降3得点とま1点差に迫ったんですけども、まあ、平良投手が出てきたらこれはもうおしまいですね打てません、まあ、絶望でしかないですね で今回もウー・ネンティン選手がね4番に座ったんですけどまた2んだというマルチヒットということでねあのウー・ネンティン選手、これ4番が合ってるんですかね、えー、まあ顔も生き生きしてますからねまあこれから4番としてまあ生きていくんでしょうかねまあ、素晴らしい選手だなと思いますまた岸純也選手もなかなかいい選手なんですよね、えー、1番に座ってね、えー、まあ源田選手の代わりでしょうかねまあ出てるんですけどもその 役割というのをう十分に果たせてるんじゃないかっていうくらい素晴らしい活躍をしております、はい、オリックス対広島は強制のドームですね、えー、先発が、えー、高橋幸、えー、也選手、松井選手だったんですけどね、えー、どちらピッチャーもちょっと良くなかったです立ち上がりをうまく、ねえー、突つかれてしまったって感じなんですよねそして動き始めたのが終盤です広島は、えー、脅威な追い上げを見せるわけですね8回に1点取ります えー、これはですね鈴木誠也選手のバックスクリーンに放り込むホームラン,、えー、ムムランそして9回、ケ、え、イ、ー・ K. 鈴木選手がねまさかの降参でしたね、菊池選手、ワンアウト2塁1塁からのタイムリーヒットそして小園選手のタイムリーヒットを本日は3番に座ってました、これでなっと同点に落ち着きますそして、えー、満を持して栗林選手がね上がっていくわけなんですけど栗林選手ね、えー、ここまで無失点に抑えてただけにね、まあ、これもちょっと攻められないですね。 T ・岡田選手、ナイスバッティングでしたね、えー。これでなんとチームは6連勝ということで、関西球団なんとどちらも6連勝ということになったっていうね、えー、日になりました。これでね、オリックスはね、えー、貯金2ということになりましたね。 えー、時間が全くないので一気に行きます、えー、ソフトバンクとヤクルト、ペ a ペ p ドームですね、えー、ヤクルト関係者のホームラン合戦でした、村上選手、山田選手、バレンティン、バレンティン、川島ということで、まあ、元ヤクルトか、まあ、現ヤクルトの選手が、ね、打ったんですけど、まあ、ちょっとソフトバンク打線がちょっと打ててないのがちょっと気がかりでしょうかね、まあ、ヤクルト関係者が打っているということで、まあ、フルスに関する、ね、恩返しという意味では、ね、捉えるのはあれなんですけど、ね、ちょっとソフトバンク打線がちょっと気になりますね。 札幌東盤日本ハム対 d n a ということで、日本ハム打線が全く打てません。えー、3発の6安打1得点ということでね、えー、投げては今,、えー、今永選手に7回 1, 1失点ということでね、えー、素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうかね。まあちょっと前回当番がね、あまりあの前回当番というか、あの最初の当番の時に、ね、6失点ということでだったんですけども、そこからねしっかりこう試合を作っていくというところでね。 さすがエースついた印象じゃないでしょうかね、まあ、初戦の影響でね、ちょっと防御率がいまだ3点台なのはちょっとあれなんですけどね。はい、ロッテ対巨人です、えー、追いつかない程度の反撃って、まあ、こういうこと言うんですよね、えー、中,中盤までにね、一気に5得点奪われてしまって、もう敗戦濃厚かと思ったところで、7回に4点を取るんですよね。まあ、というか、この試合の中身を見ていくとね、ちょっと菅野,選手菅野投手、ちょっとあんまり良くないですね。 えー、宮本投手が言ってたんですけど風の影響なんじゃないかと言ってたんですけどそれはただの言い訳ですね。えーまあ、僕私がね見てる限り菅野選手は球が高いですね。全然低めに決まってなかったり制球、まあ、もちょっとアバウトなところもあって、まあ、あの今シーズンね、ね、えー、ロッテ打線、えー、12球、あのー、パ・リーグではホームラン1番打ってるんですよ。なんで触れてる打線なんですよね。特に上位打線1番から5番までが、ね、当たってるので。 えーまあ、ここに突かれてしまっては、それは勝てませんわという、ね、話なんですよね。まあ、全く私の言う通りになっちゃったって感じですよね。はいということでね、えー、ちょっと大谷選手が、ね、2つのボークになってしまったということでね、ねちょっとここで、ね、お話しさせていただければと思います。えー、果たしてあの2つが、ねえー、ボークなのかって言われたら、ボークじゃないですね。 えーまあ、私、野球を一切やったことがないのでね、えー、どちらかとか語っていって何になるんだって話なんですけど、あれ、ボークって取られるんだったら、まあ、野球そのものが終わってしまいますよね。破綻してしまうような気がするんですよね。ちょっと心配、意地になっちゃいかんですよね。まあ、どっかのね、2、えー、軍監督の言葉を借りますけども、あり意地になっちゃいかんですよね。まあ、1回目のボークがあったからこそ2回目のボークを多分呼んだんだと思うんですけども、 まあちょっと審判がちょっとダメですね。えー、あの僕が2つがなければおそらくね、えー、この回簡単に終わってただと思うんですよね。まあちょっと審判、特に三塁の累進がちゃんと目見て言ってるのか、まあ、ここがちょっと気になったかなって感じですね。ちゃんとあれ見てないのが、うんまあ、原因なんですよ。ただあのー、僕はね、ちょっと残念ながらチャレンジができないんですよ。 うんまあ、ここがちょっとおかしいんですよね。まああれ、明らかにボークじゃないんですよね。1回目、2回目ね。まあ、1回目の暴ーがあって、2回目の暴ーが、ね、敵が出来上がってしまったという状況に、ね、なってしまったとね私は見てますけども。あれはひどいですね。ちょっと審判団にちょっと、ねえー、指導を行ってほしいところではあります。まあ叩かれてもしょうがないですね。まあ、これは何とも言えません。 えー、大谷選手がね、ちょっとね、えーまあ、こんな状況というところなんですけどね、これちょっと最,あの最終的に6回にはね、追いつかれてしまうというところで、まあ、大谷がちょっとかわいそすぎるなんていうね、ちょっとあれかもしれません。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。